から始まるって。皆さんこんにちは。ようこそロボットフェアへお越しくださいました。ただいまよりご紹介いたしますのはこちら、伝統工芸黒田節ロボットです。福岡の伝統工芸といたしますと、博多人形や博多織などが代表的なものとされておりますが、こちらにおります黒田節ロボットは博多人形の頭に博多織の衣装をまとい、福岡で歌い継がれております民謡黒田節に合わせまして舞を披露いたします。福岡でご活躍中の各分野の方々にご協力をいただき、ロボットの制作をいたしました。それでは皆様、伝統工芸黒田節ロボットをどうぞ最後までお楽しみください。定員に空きがございます。対象のお客様は小中学生の方、
お時間は4時から5時までとなっており、参加費用は無料となっております。ご興味のあるお客様はお近くにおりますスタッフまでお声掛けください。また明日11月27日日曜日には、子どもたちが作ったロボットによるサッカーとレスキューのロボチャレンジ大会を行う予定となっております。こちらご観覧無料のイベントとなっておりますので、ご興味のあるお客様はまたぜひロボスクエアまで足を運びください。それでは次回のショーは1時からとなっております。どうぞこの後もごゆっくりとロボスクエアでお楽しみください。ありがとうございました。